高嶺大君、聖火22年5月11日は、李氏朝鮮前期の王族。政治家。名は、署名は、字は、前、祝、号は、連合、死号は安子。大層の次男であり、母は、元慶王子を貧し、譲るネイ大君の弟で、清層の時計にあたり、91歳まで生きた。高志樹そもそも仏政策に反対して、仏教を保護し、 王室の言動として政治にも参加した。新氏博士は、孫婿で、李僚は五代孫にあたり、また六代孫には、人志純王公陳氏陳義則、陳忠志圏などがいる。1396年9月16日、大僧と元慶王公の次男に生まれた。12歳で、帝治の娘である、渋上夫夫人を迎えた。17歳で、高年遺君に封じられた。 幼い頃より文学に励み、三十歳までには書道の名人と称されるほどであった。休日にたけ、父の体操の調愛も受けていた。渋う夫婦人との間に、六尾辞女、即室亡女との間に一難かずめを設けた。また仏教に興味を抱いて研究し、縁学行、般若心行、北ッ行、両言行、全集英歌集を翻訳した。 呪物神法同一腹を唱え、1464年には遠学寺の混流なども行った。死後はソウル特別市水草区片瀬、ほら清志祠らに祀られている。ありがとうございます。